さて、さあ博多は抹茶ということで、高等はなるほど博茶やっぱり博多さん相手のキャラに合わせてます、ね、名前がこう毎回毎回ちょっと違ってきてるんで、やっぱその辺はキーコンがないプレイヤーの特権なのかなというようなところでもありますね。まあ、そんなところでございましょう。さあカードとしては龍神打つというところで、さあお互いにどういったようなステージ選択となるのかがちょっと見えないですね。水側、さあ選ばれたステージは戦場ユーザーズファイナル赤玉抹茶1戦目です。さあまずシャドボーため、さあ牽制をしていく、おっと横綱で弾き返していった、上に引っ掛け空後ろ打力が大変高い、惜しいですね。さあ掴んで空下、空後ろですね。さあ下京下京、ミツ下京やはり優秀ですね、非常に惜しい。さあ吹きは、さあ空炎で上がりつつ、あこれ分からないです。さあ空前しっかり反撃返していった、さあ空炎からお空後ろで、あこれはギリギリ届かない、ちょっと操作ミスか、なるほど思わぬ形でワンストック投稿した赤玉選手、おっとなるほど新しく見せてきましたね。さあ上京で相手を止めます、クーマイしっかりガードを取って、クーマイ上に食えぬ上く引っ掛けて、お掴んでいる、後ろに投げて、さあ基礎紙の展開はおそのまま上がっていった、さあおおおなんだこのちょっとバグっぽいですね今若干バグっぽい挙動になったか、おおっと参りました、ありがとうございます。さあ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 抹茶選手がちょっと事故で一失落としてしまったというのがなかなかそうまたちょっと相手に合わせてる形になるそういう意図を持ってなってる感じになりますね。ユーザーセミユーザーセミ失礼いたしました。さあ風車で引っ掛けて、おっこれは横当たっていた、反対側に横火が漏れていたみたいな、上がったのは赤玉、素晴らしい、待て待て待て横火がミュウツーに当たってしまったみたいですね。ミュウツー側としては横火が反対側へ漏れてしまった、おっとここでまさかのクッパーを選択、なるほど北海道では一度も見せてこなかったこの抹茶クッパ、これがどう働くのか。さあルーザーセミ2戦目、これはどうなってしまうんだ。さあ掴んでもちろん上京で勝って上京で入って 35% この辺としては美味しい、ね、ごめんさすがにスピしていく、そうですね抹茶選手最近クッパを育ててるって話しました、そうなんだ、これがどういう風に働くのか。さあ掴んで空母入れて、どういうこと、この辺の空だがね、達人ですね、ほんと、空炎だけ、空炎、いや、火力が高いですね、やっぱ空炎飛んでんって言ってますか、怖いですね、手足1本につき 6% ですからね、やっぱり重たいですね24% 前段あたりはそりゃ重てえよ、でかいですね。さあ、オート空母は当たり構えしている、お互いに空車を越して空母育って、これは空上まで動脈に狙っていったよ。さあ、さあ吹きはずらしてます、床が下に当たってもきついんじゃないですか、そうですね、そこがこうどうなるかっていい飛び方してしまうのってことは、おっ突然投げ投げからおっと確定がちょっと外れちゃった感じですかね、よかったによっておっとこれはまあ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 まだでしょう、うわっ死んでしまったまさかのバーストあれ一気だけ強者な抹茶クッパー、しっかりおっとジャンプが潰れてもう一回上がらざるを得ない状況、許してほしい知らない、ね、あしかしさすがに冒険しすぎたか、メテを狙っていったかさすがに知らない、しかしこの状況おっと上がっていった、シスク入れて、いやしかしあれね死んでますかね当たれば、そうですなかなかまあまあまあ、まあ、当たり方がちょっと危なかったですね、
上だけ。ふうえぬ。このタクゴは何回もクレッシャー感じていく。恐ろしい。お、掴まれるだけでもかなりのプレッシャーになる。これそろそろでは。そうです。あ、あ、なる。入っていった。勝った。勝ったのは抹茶クッパ。見せていったクッパ。これはやはりクッパ。やばいですね。壊していける。あ、間違いないですね。重量級といえばというような空上ですね。と言わんばかりの。やはりこの辺りでしょう。さあ、高田さん、ここで、ここでまさか高田さんも何か起こすのか、何かムーブメントを考えてる。高田さん、あれですかね、サムスも使えるというか、やはり、ルーカーで行く。ここがやはりルーカーで、ここが一本一本、持った状態で、ステージはどこになるかという状況ですが、ライラックブルーズを選択です、ね、これちょっとお互い復帰がちょっと頑張っていきたいと思います。ね、さあ、始まりました。ルーザー戦3戦目。お互い読み合いして働く。しかも出場ガチャが早い。しかも引っ掛けてますよ。やはり重たい。重たすぎる。このパーセントはでかい。いや、上がりがなかなかきついですね。なかなか上がりにくい。クッパ下級大変優秀なんですけど、持続の長さでガードしてから上に、なかなか通りやすい。まだ掴んで。これはまあまだでしょう。さすがにライラットはいいとはいえ、そうですね、まだ死ぬようなものではなかった。当たってしまえばプレッシャーにはなりかねない。ええー、さあ、アンチャ選手あれですね、ジャンプ潰すの上手ですね。そうですね、しっかり弱位置引っ掛けて、そこからの読みでというような、非常にうまい。お互い自分の後を通して生きている状況です。さあ、おっ、つかみが通って、まあまだ知らない。まあ、位置が使われちゃうね。おっ、経験を入るな。さあ、チャチガルの展開は無事2着中。そしておお、ギリギリ届かない。距離分かってますね。ガダマ選手しっかり距離分かってます。不足は当たってしまう。さすがに仕方がない。先行したのはガダマ選手。さあ、しかしてこと芋蛇で上がり、何当たっても味方は痛い。そうです。ただストック先行したので、ここからはあまり無理に攻めたくないですよ。さあ、さあ、やりやりそう。おっと、ちょっと目線が若干危なかったか。おお、惜しい。なるほど。おっ、東京長いですね。しっかり回すと上で、あとあと手前あったからね。テンションってまだ全然何かあるの。ジャ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 していく。あ、捕まりたくないですね。出てよ、最終弾のみ入って負けとるわ。おー、ちょっと今よく危なかったですね。コスマ見ましたけど、あ、クエネクエネ41%。重たいなー。さすがの重さですね。タピーゲファイアさん、タピー入れて、つかみ、レバガシャが早い。はい、つかみ通してる。おっと、あれ、そうですね、つかみ通しにくい状況になる。この辺り、クリフの前のおっと、上見て暴れているが、おっと、クリフ回避まで見ていて、そしてバーストを撃墜まで繋げていく赤川選手、素晴らしい。ここさすがですね。